どうもジャミューです。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これはまず開幕 DT4 の相撲ですね。開幕 DT4 に対し、フランスが平積みですね。さあ、その平積みを見て、やはり、レオン組みに行っている。さあ、しっかり操作やっててから、エルミノを入れて、ティーミノをしっかり。さあ、ギリギリ。ここまでギリギリ受けられるのは強い。まあ、しっかり耐えられるのを判断してたんで、よかったですね。S ミノ、T ミノ、J ミノ、L ミノまでの12連で、強烈ですね。11連目が、3ライン消しの、12連目が2ライン消しなんで、さらに火力が上がっていると。非常に強力。これはまあ、よかったですね。相手のやはり平積みに対し、しっかりレオン組んで刺していくと。さあ、再び DT4 で、一回削ってからテトリスで先読み、それを BTB 付きのテトリスで相殺してくる。さあ、これどうだ？テトリス。で、これは、Z ミノで先読みして3ライン消しで削ってから T スピンダブルのやつですね。さあ、しかし S ミノミスった。S ミノ置きミスして、これ、若干差し切れなかったぞ。差し切れそうな気は しなくもなかったけど、置きミスでちょっと、とがめられずに、もったいない。さあ、T スピンダブルって刺さる。まあでも、地形的には相当有利でしたので、そのまま普通に火力を送って刺さりましたね。まあ、できれば総裁外した方が良かったかなとか思ったけど、まあ無難に火力を送って刺した感じかな、今の。さあ、フランス側、アイミノの置きミス辛い。さあ、それを見て、再び連組に行きましたね。さあ、ジェイミノから連つなぎに行った。これはいいですね。連つながる。さあ、フランス側が、ジェイミノの秘密。12連、13連まで。こういう連のつなぎ方ですね。今の連のつなぎ方は非常にいい。まあでも、フランス側結構穴良かったんで、ジェイミノの秘密をしてなければ、耐えられる選択肢まではいけた可能性はありますね。しかし、ミスが致命傷になって刺さると。これは比較的、連の積み込みの試合で、早かったですね。もう一つ見ていきましょう。これも DT4 かな、多分。これも DT4 っすね。DT4 で、フランスは平積みですね。かなり、開幕はフランス平積みが多めなんで。さあ、しっかり、それを見て、連やはり組みに行っている。さあ、ここ重要。今の T ミノ、T スピンにあえてせずに、ああいう風にすると連が繋がりやすくなるんで。あそこ重要ですね。ああいうのを覚えておきましょう。ああいう風に種6にするんですよね。連の種を6にするっていう。T スピンとかにしちゃうと、ちょっと、形が、なんつうんだろう。連の繋がりづらい形になっちゃうんですけど、ああいう風にすると繋がりやすいと。さあ、今回は、パフェ済み。お互いパフェ済みで、お互いパフェ取って総裁する。その後の T スピンダブルを総裁外されるが、穴は、まあまあ良さげ。お互い穴は良さげですね。TSD から、テトリスとは打たずに、一回溜めてますね。溜めて、地形がかなりいい。テトリスから、一回2ライン消しで削ってから、再び。で、ここ、欄干ですね。欄干で T スピンシングル。シングルにしてから T スピンダブルテトリスを。しかし、まあ、フランスもかなり火力を遅れているので、まだまだこれからといったところですね、これは。TSD 打って、テトリスで相殺される。TSD で相殺して、3ライン消して1回妥協しましたね。テトリス堀にするかと思ったけど、あえて妥協した。さあ TSD。から TSD。で、フランス側が、T スピンダブルから積み込みを狙ってたけど、エルミノを秘密してしまい、かなり厳しい地形になってしまった。今のは痛いな。T スピンシングルつけど、総裁が間に合わずに刺さる。かなりまあ形は良かったので、T スピンダブルを保持した状態での3列連だったかな。もう組み込まれたら結構強かったんですけど。
エルミノ見せちゃいましたね。それが致命傷になって刺さる。さあ、これ、TSD からの、タワーですね。TSD タワー。しっかりうまい感じに最短で作ったんで強い、今のは。さあ、どんどんエスティティックマジック打たれてるが、エルミノの置き水フランス。さあ、こちら、欄干で T スピンダブルからテトリスで刺さる。まあ、今の欄干も良かったですね。この後の連の繋ぎ方も、S ミノ、I ミノ、T ミノ、L ミノ、O ミノまで、しっかり全部掘れますので。あ、その後の連も強いと。こちらの、まあ、効率のいい火力の送り方もあったのと、フランス側の、エルミノかな?エルミノ、左側のエルミノの置きミスが致命傷になって刺さりましたね。まあまあまあ、これも比較的火力の送り方がかなり効率良かったので、いい試合でしたね。もう一つ見ていきましょう。これはパフェズミか DT4。DT4 ですね。DT4 に対して、開幕 TSD フランス。TSD から TSD。で、こちらは DT4、DT4 打ち切る。から掘りに行って、T ミノ、I ミノまで。しっかり掘ってって、これ先読みですね。3ライン消しからの TSD。で、ここでトリニティ。これトリニティという技です。T スピンダブルを3回打つ、トリニティという技を使っていき、しっかりテトリスにしてから、ここで連運で掘りに行く感じですね。テトリスから、T ミノ、I ミノ、L ミノ、J ミノまで。8連強い。さあ、しかし、フランス側まだまだ問題なさそうですね。L、I と掘って3連。さあ、しかし、相手の穴がかなり危険なことになってるんで、これは警戒しないとまずいですね。相当直列で行ってるんで、もう穴いいな。めちゃくちゃ穴がいい。これは警戒しなきゃまずい。テトリスズが総裁外されて、辛いな。辛いが、しっかり耐えて、で、なんとか問題ないですね。相当穴が良かったので、ああいうのはやはり相手見てしっかり、受けの体勢を作っておくことが重要です。さあ、掘りに行って、あいみの、から TSD、テトリスかな?テトリスを打って、しっかり、搭載当てて、ここで掘りに行った。Z ミノ、S ミノ、あいみの、大ミノまで。5連、いい掘りですね。普通にいい掘り。無難に掘ってって、ここで STSD。STSD で、T スピンダブルから T スピンダブルと。掘ってって、S ミノまでかな ?S ミノまでで掘ってって、フランスはアイミノまで。さあ、お互い掘り切って、地形いいですね。どちらも地形がいいんで、まだまだ続きそうではあるが。TSD から掘りに行く。J ミノまで。さあ、しかし、置きミスしてるぞ、相手。T スピンダブル、打って、テトリス。なんとか操作やっててますね。しかし、こちら、相手が地形辛いの見て、積み込んでますね。かなり積み込んでる。T スピンダブルからテトリス。もうこれかなり火力出そうな地形なんで強い。TSD からテトリスと。で、さらに欄干で T スピンダブルでさらにテトリス。強い。さあ、J ミノから S ミノと掘ってて、フランス側もいい掘りですね。しっかり耐久。しっかり耐えて、いい耐え方ですね。こちら、エルミノ、Z ミノ、O ミノ、エルミノ、S ミノ、J ミノと。こちらも、この掘りはかなり、T スピンダブルを T スピンダブルで相殺して、T ミノ、Z ミノ、エルミノと。5連、5連まで。さあ、その間にフランス側がかなり地形回復しちゃいましたね。かなり回復したんで、まだまだここからになりそうか。こちらが辛くなってきた。アイミノでテトリスで掘りに行く。3ライン消し。さあ、一回ちょっとダブル消しで妥協してからテトリスで操作やってって、テトリスまで掘り切るが、フランス側もテトリス。さあ、しかし、これ強いぞ。Z ミノ、J ミノ、I ミノ、I ミノまで。7連目のテトリスは非常に火力が高い。
しかし、フランサが耐えれるか、これ。2ライン消しで、からテトリス。しっかりそれを総裁外して、テトリスを送る。から再びテトリスで、おっと、ティスピンダブル間に合わせる。今の間に合わせるのは強い。しっかり耐えてますね。しかし、こちらの連続攻撃が刺さる。これは、すごい熱い試合でしたね。25万点対22万点。長い。お互い、かなり上部ね、上部まで競り上がったとしても、耐える。耐久の仕方が良かったですね。最後のこちらの追い打ちは、追い打ちもかなり良くて、非常に良い試合だった。さあ、エルミノミスって、ちょっと、火力、かなり出そうな地形だったけど、ミスってしまう。Jミノ、Tミノ、Iミノ、Zミノまでの、いや、Jミノまでの、7連か。こういう連は強いんですよね。地味な掘り連っていうのも結構、強い。相手に穴場を送れるっていうメリットと、やはり、さあ、これダブルダガーで、ダブルダガー打って刺さる。その相手に穴場を送れるっていうメリットと、やっぱり安定性があるんでね。ショボレンはちょっと弱いけど、そこそこ繋がるホリレンならだいぶ強い。今のは、ま、しっかり相手見て、総裁外してからダブルダガーすると。T スピンダブルをあえて打たずにダブルダガーにしたのがミソですね。しっかり連続攻撃を意識して、総裁を外して刺していくと。さあ、これは、テトリス用の総裁を用意しながら、4列連ですね。テトリスで1回総裁してから4列連。さあ、これ、繋げられるが、1回、右側埋めましたね。下の、あそこの穴まで掘り切りたいと思って、右側を埋めた。もうちょい連の繋ぎ方はあったような気がしなくもないけど、まあ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 。さっきの右側を埋める判断は良かったですね。さあ、ティースピンシングルからテトリス。ギリギリ刺さんなかったけど、その後のシンメトリパワーが刺さったかな。2ライン消しじゃない、3ライン消し。これは、連の繋ぎ方が、ちょっと、まあ、怪しかったところはあったけども、しっかり、その、右側を埋めて、下穴まで、テトリスで、連で繋げたのがでかかったかな、多分。まあまあまあ、やはりその、連は連でも、下穴を利用するか利用しないかで、かなり火力変わりますから。できるだけ平らに、地形を平らにして、下穴まで連を繋げるのがコツですね。はい、じゃあもうこんな感じで、今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。